ウェブ業界に転職したい阿部がウェブ業界で働く中地にウェブ業界のリアルな雰囲気を聞く TV ですどうも中島です今回は Google のアップデートに被弾した時の対処法というテーマでお話をしていきます今回のテーマを選んだ理由なんですけど今って SEO 対策と Google のアップデートっていうのはもう切り離せないものになってますそれは3ヶ月に1回 Google の大きなアルゴリズムアップデートが来るからですねアップデートが来るたびに検索順位がかなり大きく動きます この Google のアップデートを回避し続けるっていうのは本当に至難の技です。なので Google のアップデートを食らった時の対処方法っていうのを事前に知っておいてください。僕は2005年から15年間アフィリエイトをずっとやっていてアフィリエイトでそれなりの結果を残すことができました。ASP とか広告代理店で3年以上働いていたのでアフィリエイトの裏側っていうのもかなりよく知っています。 そんな僕が今日は Google のアルゴリズムアップデートを被弾した時の対処法を解説していきます。わかりやすくお願いします。まず Google のアップデートっていうのが何かを説明していきます。 Google のアップデートは Google のアルゴリズムアップデートとも言われるんですけど、アルゴリズムっていうのは検索結果の検索順位を決める仕組みのことです。この検索順位を決める仕組みっていうのは評価基準が200以上あるって言われるすごく複雑なものです。このアルゴリズムアップデートの目的はユーザーの役に立つ検索結果にするっていうのが目的です。ユーザーの役に立つ検索結果にするために Google は日々アップデートっていうのを繰り返しています。最近で言えば2020年5月5日に コアアルゴリズムアップデートというアップデートがありました。このアップデートはかなり大きなアップデートで、今まで SEO 対策で絶好調だった人も今回のアップデートで、 かなり大きく順位を落としたっていう人も多いです。このアップデートのたびに i t t e r のタイムラインなんかはアビ教官の地獄絵図になることが多いです。当然、アップデートによって検索順位が上がるっていう人もいるんですけど、圧倒的に検索順位が下がる人の方が多いです。今まで専業でブロガーとかアフィリエイトをやっていたけど、全然稼げなくなってしまったとか、アフィリエイトで月に数百万とか数千万の売り上げがあったけど、アップデートによってその売り上げがほとんどなくなってしまったとか、そういう人が本当に山ほどいます。 とかアフィリエイトっていうのがもう難しくなってきたよねって言われるんですけどその要因の一つがこの google アップデートですね最近ではこの google アップデートが本当に頻繁に行われるようになったので seo 対策とかアフィリエイトの難易度っていうのをグッと押し上げていると思いますアップデート被弾してしまった時の対処方法なんですけどまず2,3週間様子を見るようにしてください アップデート後っていうのは、1、2週間かなり検索順位が不安定になります。アップデートっていうのは一瞬で全部が終わるわけではなく、1、2週間かけて徐々に行われるものだからですね。その間は検索順位が戻ったり、上がったり下がったりっていうのを繰り返すので、 そのの間に何かをするっていうははああままりり得策ではありません。例えば検索順位が落ちたとしてもそれが戻る可能性っていうのもあるのでこの間は何もしない方がいいですなので Google アップデートを被弾してしまってもとりあえず23週間は何もせず様子を見ておくっていうのがおすすめです戻ることを信じて待ちます。アップデートで微妙に検索順位が落ちた場合の対処法ですね微妙に検索順位が落ちた場合は 頑張れば戻せる可能性があるので、サイト内にいろいろと手を入れていきます。今回紹介するのは、ユーザビリティの向上、既存記事、新規記事、あとは非リンクの獲得ですね。 この辺をやっておくと検索順位が戻る可能性があります。ユーザビリティの向上に関しては、例えばサイト設計とか画面設計とか内部リンクを見直すっていうところですね。この時のコツは読者が必要な情報にスムーズにアクセスできるかっていうところを見直してみてください。既存記事に関しては、リライトしたり書き直したり、あとは削除するっていうのをやることが多いです。 過去記事で削除する候補に関しては、アクセスが全くないような記事とか、自分で読んでみて低品質だなと思う記事に関しては削除を検討します。基本的にそういう記事っていうのはブログ内にあってもほとんどいいことがなくて、逆に SEO の足を引っ張ることも多いので、こういうのは思い切って削除するようにしてください。削除はワードプレスの場合だったら非公開にするでも問題ないです。ただ、アクセスがない記事って言うんですけど、内部リンクでアクセスがあるような記事であれば残しても OK です。 仮に検索エンジンからは全然流入がないけど内部リンクでアクセスがあるのであれば、 それはブログ読者にとって必要な記事だと判断することができるので、そういうものはして必要はないです。当然、新規記事っていうのも書いていかなきゃいけないんですけど、新規記事を書いていくときは、過去記事との内部リンクのつながりっていうのを意識して書いていくといいです。新規記事を単独で存在させるんじゃなく、過去記事から内部リンクを貼れるような新規記事を作っていくっていうことですね。僕が一番お勧めしたいのは、非リンクの獲得です。なんだかんだ言って、Google のアップデートを回避したりとか、 あと、アップデートから復活するっていう方法で一番効果があるのがヒリンクの獲得です。この時に獲得したいヒリンクは、権威性の高い、質の高いサイトからのヒリンクをもらうことですね。こういうヒリンクは、やっぱり SEO 対策でもかなり効果があるので、 できる限りこういう非リンクを集めるようにしてくださいアップデートでブログの順位が落ちてしまったものを本気で戻したいと思うのであれば過去記事の見直しとかそういうのと同時並行で非リンクの獲得っていうのもやっていくといいんじゃないかなと思います非リンクが効果的なんですね アップデートを食らって大幅に順位を落としてしまった場合の対処法についても書きつつします。まず、Google のアップデートを食らって大幅に順位を落としてしまった場合は、戻すことがかなり難しいです。当然頑張れば戻ることもあるんですけど、基本的には難しいです。なので僕は別ドメインにブログを載せ替えることをお勧めします。別ドメインの載せ替えはブログの引っ越しだと思ってください。この時に、 乗せ替える先を新規ドメインにするのか中古ドメインにするのかっていう話があるんですけど僕個人としてはどっちでもいいんじゃないかなと思ってます検索順位を早く戻したいのであれば中古ドメインを使う方がいいんですけど中古ドメインっていうのは飛びやすくもなるのでまあもろ花続きですねいいか悪いかっていうのはリスクとメリットのバランスを見て決める必要がありますただ中古ドメインを使うのは初心者にはあまりお勧めしないので初心者の方が乗せ替えるのであれば新規ドメインを使うようにしてください ブログの世界の手順を紹介していきます。ここでは4つのステップで載せ替えることができます。まず最初に新規ドメインを取得します。その次に新しいドメインにブログを引っ越します。ブログを引っ越すときはワードプレスだとプラグインがあるのでそういうのを使うと便利です。例えばオールインワン、ワードプレス、マイグレーションのようなプラグインを使うと簡単に引っ越すことができます。この状態では古いブログと新しいブログ2つが存在することになります。このとき作業に時間がかかるようであれば新しいブログっていうのは一旦ノーインデックスにしておくことが すすすめです新しいブログが立ち上がったら古いドメインから新しいドメインに301リダイレクトっていうのをしますこのリダイレクトをするときもプラグインを使うと便利なので使ってみてください例えばリダイレクションのようなプラグインを使うと簡単にリダイレクトすることができますリダイレクトが終わったら Google Search Console にあるアドレス変更ツールというのを使ってアドレスが変わったっていうのを Google 側にお知らせしますこの4つのステップでのせ替えっていうのができますのせ替え自体は簡単ですね リダイレクトに関してなんですけど、リダイレクトっていうのは180日間は維持するようにしてください。これは Google が公式で出している情報ですね。180日間経過後、Google は古いサイトと新しいサイトの関係を認識しなくなるっていうふうに Google が書いているので、それを参考にして180日間はリダイレクトを維持するようにしましょう。 今回のまとめですね。Google のアップデートに被弾した時の対処法っていうのを解説していきました。今の SEO 対策とかアフィリエイトでは Google のアップデートっていうのは切り離すことができないのでアップデートありきでやっていくっていう考え方が重要です。アップデートの対処法としてアップデートを食らったらまずは2、3週間は何もせず様子を見るようにしてください。 その間は検索順位が不安定になりやすいし、落ちたものが戻ることもあるので、放置するようにしましょう。微妙に検索順位を落ちた場合は、サイト内にいろいろと手を入れていきます。例えば、サイト設計を見直したり、既存記事を見直したり、あとは新しい記事を書いたり、非リンクを獲得したりします。サイト設計とか、そういうところを見直す場合には、ユーザーが必要な情報にスムーズにアクセスできるかっていうところを重点的に見直すようにしてください。アップデートで大幅に落ちた場合には、 ブログを別のメインに乗せ替えることをお勧めします。別のメインの乗せ替え手順は、新しいドメインを取得する。ブログを新しいドメインに引っ越す。古いドメインから新しいドメインに301リダイレクトをする。301リダイレクトに関しては、180日間継続するようにしてください。その後、Google Search Console のアドレス変更ツールからアドレスが変わったっていうのを Google に 通知してます。今は3ヶ月に1回すごく大きなアップデートが来ています。もう今まででは考えられなかったことが現実に起こっています。なのでアップデートを完全に回避するっていうのは不可能だと思ってください。公式サイトとか上場企業とか、あとは病院のようなところでもアップデートの影響をかなり受けているところも多いので、基本的に個人で完全に回避するっていうのは不可能ですね。これからブログとかアフィリエイトをやっていくのであれば、半年から1年に1回ぐらいは アップデートを受けるっていう前提でやっていくことをお勧めします。なので、アップデートを食らってしまっても別のメインに乗せ替えるとか、そういう柔軟な対応方法を取れるっていうことが今後はもっと重要になってくると思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になったと思っていただけたら高評価いただけると嬉しいです。このチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信しているので、ぜひチャンネルで登録してください。今日の動画は以上になります。ありがとうございました。今日のアベメモです。 アップデートをくらったら23週間は様子を見るユーザビリティ既存記事新規記事非リンクの獲得大幅に落ちたらブログの載せ替え